皆さんこんにちは、写真家の杉山咲彦です。今日は写真展の告知をさせてください。今豊川の方で、ダブルで写真展をやらせていただいておりまして、2カ所で写真展をやっておりますので、その告知をさせてください。今日はですね、こちら渡辺コーヒー店さんに、お邪魔しております。はい。まずですね、こちら渡辺コーヒー店さん、3月の18日から、30日までで、最終日はの30日は、4時までとなっております。16時までですね。はい。で、このこちらの渡辺コーヒーさんでは、あの3月の28日の土曜日に、15時からギャラリートークをやろうと思っております。あと、ガチ写真学校の、出張ということで、ダブルで、やらせていただけたらなと思っておりますので、ぜひ、お時間のある方は3月28日土曜日15時に、こちらの渡辺コーヒー店さんの方にぜひいらしてください。で、予約は必要ありませんので、ね、直接、こちらにいらしてください。はい。で、その後ですね、また例のごとく、18時から、カメラマンの飲み会を、豊川の方でやろうと思ってまして、そちらも、こちらから移動して豊川のどこかで飲もうと、皆さんで飲み会をしようと思ってますので、またお時間のある方がいらしましたら、ぜひそちらもご参加ください。はい。でですね、同時にもう一箇所やってるところがですね、総合青山病院というところで、青山病院というのもう一つあるんですけど、ちょっと間違いやすいんですけど、総合青山病院というところでございます。でこちらはですね、もう始まってまして、終わるのが4月の30日、2ヶ月間やらせていただいております。で、4月の1日にですね、作品をまた入れ替えまして、3月と4月とちょっと作品変えるつもりでおりますので、また4月1日になりましたら、作品も変えますので、もしよろしければ、いらしてください。で、総合青山病院さんはね、1階のところでやってますんで、1階のところをちょっと歩いていただくと、分かると思います。はい。というわけで今日は写真展の告知でした。で、豊川の方でね、ダブルでやらせていただいておりますので、ぜひお時間のある方は、いらしてみてください。はい。こちらのですね、渡辺コーヒーさん、すごく雰囲気が良くてですね、なんかこの、インテリアとかね、内装を見るだけでも結構面白いところですし、あとアイスコーヒーがね、ちょっと変わってまして、おすすめでございます。はい。食事もできますし、お時間がありましたらぜひ、いらしてください。はい。今日は豊川での、ダブルの写真展について告知させていただきました。いつもありがとうございます。あ、言い忘れた。渡辺コーヒー店さんと、あと総合青山病院さん、どちらもですね、写真集を、その場で販売しております。青山病院さんの方は売店で売っていただいてまして、はい、渡辺コーヒー店さんもすぐに写真集が、その場で買えるようになっておりますので、ぜひ、写真集も気になりましたら、はい、ご覧になっていただけたらと思います。はい、すいません。写真家の杉山咲彦でした。ありがとうございました。